はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の公民、社会保障の仕組みについてお送りします。で、前回は政府の役割っていうのでやらせてもらって、これ詰まっちゃったね。やらせてもらって、でその中で社会保障の話がね、ちょっと出てきましたけど、で、まあそれを詳しく取り上げる感じです。で、全部で今回穴目ちょっと多いんですけど、14問の穴目がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら穴目やっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から穴目の方始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず社会保障ってなんだっていう、そこから行くんですけど、例えば、生活が困難になった時、まあお金がなくてね、困難になったとか、まあ体調崩して困難になった時とかに、個人に代わって国が生活の保障を行う制度があるんです。いや、個人でもどうにもならんと。なった時に国が、まあ、サポートしてくれる、保障してくれるね。その制度のことをほにゃらら制度、それが今回のタイトルにもなってる社会保障制度って言います。なので社会保障って言葉よく出てくるんだけど、ざっくり言うとこういうことです。生活が困難になった時にね、国が生活の保障を行ってくれると。で、日本のちょっと同じ答えなんで変えちゃいますね。社会保障制度っていうのは、ちょっと待ってね、保障を制度はね、その日本国憲法、憲法の第25条1項にあるほにゃらら権、すべて国民は何とかで何とか的な何とかの生活を営む権利を有するってやつです。で、これね、前にも出てきましたけど、すごく大事なんでもう一回取り上げます。で、これ何権かっていうと、25条の1項は生存権です。で、すべて国民はまず、まあ、生存権なんでね、健康でですね、ちょっと待ってね、健康で文化的な、健康で文化的なほにゃららの生活、これは最低限度です。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を持ってるというのが生存権。これが憲法で定められています。いいね。で、それが1項なんだけど、それとも2項。ちょっとこっちは取り上げないです。その1項と2項に基づいて整備されてきました。社会保障制度っていうのは。で、今は4つのものを柱として、社会保障制度は成り立っています。で、1個1個ね、名前覚えておいてください。まずこれ順番ね、何でもいいんですけど、1個目が、社会保険。ね、社会保険です。で、二つ目が、あ、漢字がちょっと怪しい、ちょっと待ってね。公的扶助です。ね、二つ目が公的扶助。で、三つ目が、社会福祉。ね、社会福祉です。で、最後が、ちょっとインクがあれだね、出すぎて見にくいかな、公衆衛生です。で、この詳しい内容はね、おそらく教科書に載ってると思います。ちょっと取り上げちゃうとね、板書入んなくなっちゃうんで、今回は言葉だけの紹介になってしまうんですが、まずこの日本の社会保障制度っていうのは、社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、この4つを柱としているというのを覚えておいてください。で、ちょっと話が変わります。しかし、少子高齢化、今ね、日本は子供が減っていて、どん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 高齢化が進んでいると。で、それが進んでいる日本では、医療費、これはもう、医者とか、それにかかるお金だね。医療費とか、ほにゃら額がめちゃくちゃ増えています。で、これ何が増えてるかっていうと、年金、給付の負が、これね、給付額です。つまり年金をこう与えるお金ですね。いいかい？年金を与えるお金。まあ、高齢化してるんで、年金をもらう人たちが増えてるから、今は。そのね、年代が増えてるからね。だから、医療費とか年金給付額がどんどん増えています。なのに、あるものが減っちゃってます。で、これ何が減ってるかっていうと、
労働力人口が減っています。で、ここまで話をしたら一回もう一回説明をし直すんでちょっと書きますね先に。で、労働力人口が減っているので、それらを賄うためのほにゃらら料とか税収が減少している。これが今日本の大問題になってます。で、これ何料かっていうと、これ保険料ですとか税収だね。なので今回ちょっと穴埋めにしてないんですけど、この医療費とかこの税収のこっちも覚えておいてください。で、これどういうことかっていうと、今まあ少子高齢化が進んでるでしょ。つまり高齢化ね、お年寄りと言っていいのかな、65歳以上かの人が増えていると。で、その代が年金をもらいます。で、やっぱり年がいってる方が医療費がかかります。医者に行くことが増えてしまうからね。それは人として普通だから。だから高齢化が進んでいると、この医療費とか年金休暇が増えると。じゃあこのお金はどっから賄うのかっていうと、それは保険料とか税収なんです。で、この保険料とかを払うのはその高齢化ではなくて働いている世代です。基本的には20から64までか、そこの世代になるので。でも少子高齢化でしょ。老人が多くてどん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 若いのが減ってってるんです日本は。つまりここが減っちゃってるから、そこを払う人たちが減るってことで保険料とか税収が減少する。でも払わなきゃいけないこの給付額とか医療費は増えてるんだよ。だからどんどんそれがなんだ釣り合わないというかになってしまうのが今の大問題なんです日本の。医療費ものすごいかさんでるんでね日本ってね。なのでその医療費がかさんでて、高齢化が進んでることが問題なので、ある制度ができました。それが高齢化のね進展によって、まず1個目、40歳以上の人が加入して介護が必要になった時に介護サービスを受けられるという制度です。で、この制度の名前が、介護の話なんでね、介護保険制度と言います。内容がね、40歳以上の人が加入して介護が必要な時に介護サービスを受けられると。これが介護保険制度で、もう一個がほにゃらら制度で、今度75歳以上ですの高齢者が独自の保険に加入するという、これ、ね、ざっくり言うとこういうことなんですけど、で、まず名前から書きましょう。これをですね、後期高齢者から始まります。後期高齢者長い医療制度です。後期高齢者医療制度。ちなみに後期高齢者っていうのは75歳以上のことを言います。で、65歳から74歳、75歳未満だよね、までを前期高齢者と言います。なので75歳以上なんで後期高齢者の話だよって、その人たちに関わる医療制度なんです。で、これはもともと国民年金とか、国民健康保険とかに入ってるんですよ。俺たちもそうですけど入っていて、で、そっから抜けて独自の保険に加入するというのがあるんです。それを後期高齢者医療制度、結構最近ね始まった制度ですけどっていうのも行われています。この辺のことを見越してね、対策としてやってる感じ。いいかな。ちょっとね、言葉が多かったり、内容がね難しいところもありますけどね、しっかり覚えておいてください。では、今回は社会の公民、社会保障の仕組みについてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回が今度公害の話をしていきます。公害だね。なので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。